ガストン・ラガフは1957年にベルギーの漫画家アンドレ・フランカンがスピルーに掲載したコミックストリップを呼び同作の主人公である。この漫画は怠け者で騒動ばかり起こす新入社員ガストン・ラガフの日常を描いている。ベルギーやフランスを含むヨーロッパの多くの地域では人気だが1990年代に発売されたファンタグラフィックス版を除く 英語版出版はなされていない。ガストン・ラガフは国や言語によって呼び名が違う。例えば、オランダ語圏ではガスト・フレーターと呼ばれ、スペイン語圏ではトムス・エル・ギャフと呼ばれている。その一方で、カタルーニャ語圏ではサージ・グレープズ、アルゼンチンではガストン・シクイバック、エスペラントではガストのラフズ、ノルウェー語圏ではビゴ、デンマーク語圏ではバックス・ビゴ。 アイスランド語圏では、ビゴビスータン、フィンランド語圏では、ミーイーロピーリネン、セルビア語圏では、ガッセセプトリア、トルコ語圏では、サプセルガジ、スウェーデン語圏、ドイツ語圏、ギリシア語圏では、ただ単に、ガストンと呼ばれている。また、ドイツでは、短期シンジケーションの中で、ジョジョとも呼ばれていた。 1980年代からガストンは様々な商品の中に登場するようになった。当時、スピルーシでスピルーとファンタジオを手掛けていたフランカンがガストンを初めて登場させたのは1957年2月28日に発売されたスピルーシナンバー985だった。ガストンを登場させた当初の目的は 編集部の日常を面白おかしく描いた漫画を描いてページの余白を埋めるためだった。その後もガストンは数ヶ月間にわたってこっそり登場する形で読者の目を引いた。なお余白に青インクで足跡を残すというアイデアはフランカンとイフォン・ディルポートとジディヘムのアイデアである。スピルーシ、ナンバーワレ0 0 0の表紙には999の スピルーの顔の中に一つだけガストンの顔が紛れ込むというものであり、おまけページにはフルページでガストンのギャグシーンが掲載された。足跡の主であるガストンはスピルー社へ面接に行くが、スピルーは呆然とするあまり誰が何のために自分を呼び出したのかを覚えておらず、ファンタジオはガストンが世界初の無職のヒーローになるという公式発表を出す。 というのがこのキャンペーンのストーリーとなる。その後ファンタジオは、ガストンの不注意にしばらく悩まされることとなり、バカンスサンズイストアール冒頭では、とうとう4週間にわたるストを起こし、休暇を取ることになったことが語られた。1957年12月5日に発売された、スピルーシー、no.、ナンバーワン025より、ガストンの1コマ漫画が、 ジディヘムとフランカンの署名の元編集部のページの下部に掲載された。1969年からはガストンの漫画がページ全体の半分にまで広がり、1960年代半ばに入ると1ページ分にまで広がった。スピルート、ファンタジオにおけるガストンのカメオ出演は1957年9月19日に発売されたスピルー氏、 ナンバーワン01音に掲載された EN レボイアジュアジュメッセーゾイックの2コマだった。この時ガストンは首都圏を走る道で髪を巻き散らしながら新聞を読みつつ自転車を走らせていた。2コマ目では顔に泡ざのできたガストンがふらついた様子で壊れた自転車を車の行き交う道路に向かって引きずる様子が描かれた。 1957年11月から1958年1月にかけて連載されたバカンスサンズイストアールでガストンは2度目のカメオ出演を果たした。ガストンは物語の冒頭に登場し自転車を走らせたままタバコに火をつけようとして自転車用信号が赤だったにもかかわらず自転車を走らせたためスピルート ファンタジオのスポーツカーターバット愛にぶつかりそうになった。物語の終盤にもガストンは登場し、自転車で一方通行の道へ入ってしまい、スピルーとファンタジオの新車ターバット2とぶつかった。ガストンは倒れたまま、スピルー車が二人に戻ってきてほしい胸を伝えた。単行本、レニードでマルスピロミズに収録されている、ラフワールをギャングスターズでガストンは、 スピルーたちの行動を妨害する形で登場し、より大きな役割を演じている。スピルーは遊園地で赤ん坊の誘拐犯を探していたところ、たまたま来ていたガストンと出くわした。犯人に正体が悟られないようにするため、スピルーはガストンに赤の他人を装ってほしいと囁いた。だが、スピルーが赤ん坊を救出した時、ガストンは接触してきた誘拐犯を、 パーティーの参加者と勘違いして何の悪意もなしにスピルーの自宅への道のりを教えていった。幸いガストンが犯人に間違った道のりを教えたため行き止まりにたどり着いたところで警察官に囲まれ全員逮捕、収監されスピルーと赤ん坊は無事だった。なお単行本収録版には通行人から軽蔑の目で見られながらガストンが釈放される様子の描かれたコマが 最後に付け加えられた。1961年、フランカンとイフォン・ディルポートは連続ラジオドラマレロビンソンズ・ジュレールの台本を執筆した。このドラマは、ファンタジオが世界初の原子力列車の開通式の警備を任された際、助手としてガストンを押し付けられるところから始まる。ガストンが列車に乗った途端自体は悪い方向へ転がっていき、 列車が暴走する中、スピルーが電車の設計士と共に解決策を見出すという展開がなされる。このラジオドラマは1961年にベルギーのラジオ局で放送された。1964年にはスピルー氏に掲載され、後に書籍化もされるが、フランカンとジュディヘムは挿絵を少し描いただけだった。ガストンはフランカン版スピルーの後期の作品である。 パナで A シャンピニャークにも出演した。ガストンは、表題作の最初のページに登場し、ブラーボレブラザーズでは、ファンタジオの誕生日プレゼントとして、スピルー社に、チンパンジーの一眼を連れてきて、ゲーをさせ、ファンタジオを困らせた。1961年から63年にかけて、発表された、QRN シュール・ブレッツェルバーグにガストンは、登場しなかったが、 全体主義者の国で、ファンタジオが、ガストンのことばかりを考えて、拷問に耐えようとする場面があった。フランカンから、スピルート、ファンタジオを引き継いだ寺院、クロード・フルニエが1969年に発表した、レ・フェーザードールでは、シャンピニャック・ハクがギャングたちから、無理やり計画に協力させられている場面で、シャンピニャック・ハクが、 ガストンのことを考えながら、ギャングの言われた通りに仕事をしたところ、変なものができてしまい、しかも、それが、ギャングの望むものだったというオチが厚く。トームと EN、ジャンリーの作品である EN、ラジュネス・デ・スピルでは、インチキエ氏が、ガストンの漫画ボの偽物五感を売る場面があるほか、ガストンの車が、スピルー車の前に止められている場面もある。近年の作品だと、モルバンと。 ムヌエラが手掛けた英雄ソースジュゼットでスピルーが時間改変装置を使う際ガストンがジャガイモを発酵させてシャンパンを作ったことを嫌な思い出として挙げている。またその装置をもう一度使うことになった際スピルーはガストンのシャンパンを再び飲む時が来たようだと話している。ガストン・ラガフは出版社スピルーの編集部で職員として働いている。 この漫画では、ガストンが仕事をサボって、周りが締め切りに急いでいるのをよそに居眠りしたり趣味に、勤しんだりする様子が描かれている。当初ガストンは周囲を苛立たせるだけの愚か者として、描かれていたが、次第に、ユーモアのある人物として描かれるようになった。彼は常識にとらわれるということがなく、またお騒動を起こす、特殊能力のようなものがあり、 騒動の度に、エム・オン・ファンツというのが決まり文句となっている。彼の本来の仕事は、山積みになった読者の当初に返事を書くことだが、彼はまるでやろうとしない。ガストンの年齢は、はっきりしない。作者である、フランカン本人も、ガストンの年齢は知らないし、知りたくもないと述べている。実際は何歳にせよ、職も車も土地も持てる年齢だが、 振る舞いは10代前半の若者に近い。彼のいつもの服装は、緑色のポロネックのジャンパーを羽織り、青いジーンズを履き、古いエスパドリーを履き込んでいるというものである。こうした彼の外貌は、当時掲載しスピルーの編集者だった、イヴァンデル・ポルトがモデルとなっているという説もある。また、初期のガストンは、ヘビースモーカーだったが、だんだん本数を減らして、禁煙するようになった。 ガストンの行動力は波があり、起こすのが難しいほど寝ていることもあれば、様々な機械を作ったり、職場の備品で遊んでいたりする時もある。長いこと、料理や音楽、おしゃれ、科学といった、様々な分野の趣味を試してきたが、どれも悲惨な結果に終わっている。成長しようとせず、仕事の心配もしない、ピーターパンのような姿勢が、ガストンの魅力となっているが、 皮肉にも、彼の気候の原因は、昨日は合わない同僚と一緒にいるストレスから来ている。目立つからという理由で、道路標識に広告を貼ったり前に、雪だるまを置いたりすることもあり、その結果起こる事故や混乱も意に返さない。ガストンの愛車風にデコレーションされた、フィアット509。ユーロピアンモーターショーブリュッセル2006にて、ガストンの愛車は、自分で、 レーシングパターンをつけたフィアット509である。初登場は321で、その時からギャグとして用いられており、多くのユーモアは、この車があまりにも古いところから来ている。実際、この車は非常にのろく、最高速度でも車に乗ったまま道端の花を詰めるほどである。また、ガストンは堅くクに否定するが、ガソリン漏れもひどく。 友人が漏れたガソリンの上で油状スキーをしたこともある。ただでさえ大量の有害な煙が車から出るのにガストンが石炭式に改造して余計に悪化したこともあった。それに付け加えてなぜかロケットパワーが二つ。ガストンの同僚の中には彼の愛車に乗るのを恐れている者も,もおり、プルーネルはもうな車は乗りたくないと何度も言っている。また、 ガストンは駐車台をごまかすために木の上に止めたり道路工事を装ったりして取り締まりの警官であるヨゼフロングタリンとよく揉めている初期のギャグにはガストンが同僚の冗談を真に受けて手が込んではいるが実用的とは言い難い衣装を着て仮想パーティー会場に現れこんな格好で踊ることができるのかと途方に暮れているというものがあったまた彼は 作者が同じであるマルスピラミの格好をしたこともあった。以下のキャラクター以外にも、編集者であるイヴァンデルポルトやライターのラウル・コーバンといった、実在のスピルー関係者が、亀を出演するときもある。ルモンド20世紀の100冊では98位にランクイン、した。ありがとうございます。